お疲れ様でした。ゆっくりして飯食うか。前の勝手ですね。もう皆さんがアヒルなんでドラえもんがいいかなと思って。ちょっと人と同じがちょっと苦手でっていう感じ。US15 の方が多い。ユースも作れない。そうでもないんでしょうけどね。意外と13が買ってある方が少ないでしょうね。13買って1つしてから15が出た。ショックだと思う。大体20代は集まるって書いてありますよね。で僕のやつなんか言ってない人がいっぱいいるんで、もう少し集まるのかな。で上上がったりして、でウィンカーつけるとき曲がろうと思ってウィンカーが探すことができる。そうなんだ。関東組がみんなつけてるからですね。関東組でもこれ見たことないな。
さんの昨日のライブ配信の中で私がコメントでなんで今日のことを喋ったんですかみたいな感じでコメントしたんですよ。まあ、あの冗談でですね。でそこで私で、あの昨日思ってちょっとモーリングさんにドッキリを仕掛けようかなと、まあ、こういった感じでこういった感じでちょっと仕掛けようと思います。でそのすいません失礼します。ちょっとわかりません。多分30ぐらい。こんな感じで。2名います。2名です。あ、2名です。あ、ごめんなさい。2名です。こちらの方です。女性2名ということで。そう、びっくりさせようと思って、結構期待していったんだけど、もういやもうごめん。あ、おみさん。どこ行くんですか。おみさん。お疲れ様です。大事なところで切れた。ちょうどいいところで。あのね、今日こういったことをやるって喋りましたよね。聞こえてるのかな。ね、それちょっとショックだったんですよ俺。いやもう本当もうちょっとね、自分的にはね、もうごめん。そうだから帰った。おみさん、どこ行くんですか。ちょっと待って、帰らないでくださいよ。あー、また固まってる。ダメじゃん、それ。肝心なところで、もう、ああ、ちょっと通信が悪いな。